ほいさん、どうも、またぞーです。お願いします。皆さんご存知の方も多いかと思うんですけど、僕、潔癖症で家にこんなのとかこんなのとかあって、よくパシャパシャとか、パシャパシャして拭いたりしてるんですけど、なんか、この間、こいつらはあんま意味ないっていう実験を見たんですよ。すごい汚い手でアルコールをした手と、すごい汚い手で石鹸でちゃんと洗った手でパンに触って、すごい放置させていくと、アルコールの方がすごいカビが生えるっていう実験を見たんですよ。でも本当かなーってね、信じられないんで、今回はそれをやっていきたいと思います。パンも用意いたしました。消費期限が1月23日、バリバリ切れているパンです。今も汚いかもしれないんで、これで触ります。消費期限切れてから1週間は経ってるんですけど、まだカビは生えてないですね。今回このパンを触る前に、まずこちらのお金を触って手を汚します。こうやってね、嫌だけど触って、この後にアルコールで消毒したパターンと、石鹸でめちゃくちゃ手を洗うパターン、石鹸でめちゃくちゃ手を洗ってアルコールをしたパターン、よくスマホの画面がトイレの便座よりも汚いって言われてるんで、トイレの画面でパンに触れた場合と食パンそのまま、この5パターンでパンを放置してどれがカビが多く入るのか見ていきたいと思います。まずアルコールをかけて、でパンに触ります。ベタベタベタと。そしてこれをジップロックに入れます。こんな風にアルコールと分かりやすく書いて置いておきます。次は石鹸でめちゃくちゃ洗います。めちゃくちゃ洗いました。なので次はこの手で触っていきます。石鹸では、今度は石鹸でめちゃくちゃ洗ってアルコールで消毒します。はい、洗いました。石鹸アルコールそのままのバージョン。最後に携帯なんですけど、僕ね結構定期的にアルコールで拭いちゃったりするんで、あんま汚くはないんですよ。なのであんま定期的に掃除してないという、流星くんの携帯を借りて流星くんの汚い携帯を借りてちょっとやっていきたいと思います。携帯貸してくれ。なんでそんな俺いつも汚いのばっかり。はい、あ、ありがとう。ご覧の通り結構指紋がいっぱいついてますね。もうやめてその紹介。なんでこの汚い汚いなんでこの汚い携帯をパンに載せちゃいます。流星のお携帯ですね。あと一個、じゃあもう僕のでもやってみましょう。僕のが汚いぐらいなんですけど、僕のでもやってみます。これが僕のです。はい、というわけでアルコール、石鹸、石鹸アルコールそのまま、流星、俺の携帯という6種類のカビ候補たちのパンが出来上がりました。なので今日から毎日これの観察をしていきたいと思います。果たしてどれが早くカビが生えるのか、そしてどれが一番カビが多く生えるのか見ていきたいと思います。初日から約10日間が経ちました。それまで何も変化なかったんですけれども、少し出てきたので見ていきたいと思います。表面はパッと見何も変化ないんですけど、裏側がね、まずアルコール、ほら、この黒いやつですね。次石鹸、石鹸はねないです。やっぱいいんだ、アルコールよりも石鹸なんだこの時点で。でそのままもないですね。やっぱ菌に触れてないんで、そのまま。次石鹸とアルコール、あ、これも石鹸使ってるんでない。流星のお携帯ですね。あー、やっぱあるね。この裏側にほら、ここにあるんすよ。やっぱこれも汚いと。でね、若干潔癖症である僕の携帯、おーい、やばいよ。ほら、1,2,3,4,5,6,7 8箇所ぐらいカビてる。やばくね俺の携帯。はい、ということで今のところダントツで僕の携帯が一番汚いです。その調子で経過を観察していきたいと思います。実験開始から半月が経ちました。表面はまだねそんなカビてないんですけど、裏が
ほら結構見にくいんですけどカビてきてますね、数箇所。次石鹸も、あ、石鹸はカビてない。で、そのままそのままもカビてないですね。石鹸アルコールももちろんカビてないと。で、流星の保携帯はやはりここに大きなのが一つと。で、僕の携帯が、お、すごいな、おい。こことか縁まであるし、すごいよ。なんでだ。検証開始から3週間経ちました。全部裏側がかびてたんで表裏逆にしました。こんな感じですね。やっぱ俺が一番カビてる。潔癖症の携帯なのに一番カビてます。石鹸とそのままと石鹸アルコールはまだ全くカビてません。で、カビてるのがアルコールと携帯2つと。それで僕ちょっと気づいちゃったんですけど、唯一お金を去った汚い手で触れたパンとこちらの携帯のカビ、ちょっとね、カビの種類が違うんですよ。こっちはね、なんか黄色がかったとこがあるんですよ。で、こっちはなんかちょっと似たような種類のカビっぽい。それ気づいちゃいました。はい、現場からは以上です。検証開始から24日が経ちました。なんとですね、そのままのこちらカビてます。で、なんと石鹸アルコールも角っちょがカビてます。なので残すはあと石鹸だけになりましたね。強いです。もうちょっと見ていきましょう。はい、ということで検証開始から約1ヶ月が経ちました。あまりね、3週間経ってからは変化ないと思うんですけど、最後見ていきます。こちらまずアルコール、ちょっと伝わりづらいんですけど、全体的になんかね、白くカビていってるんですよ。裏もね、ちょっと分かりにくいんですけど白くカビてます。なんか他のに比べてちょっと硬いんですよね。なんか詰まってる感じがします。続いて石鹸、こちらなんと一切カビておりません。すごい、石鹸すごい。で、そのまま石鹸はカビてないのに、こっちはね、ちょっとカビちゃってるんですよ。ここら辺そのままちょっとカビちゃいました。続いて石鹸アルコール、じゃあもう石鹸はカビてなかったのに、この石鹸アルコールもね、ちょっとね、ここカビちゃってるんですよね。でも範囲的には小さいです。ここだけかな。続いて流星くんのお携帯ですね、これはそこそこカビてます。そしてやっぱり他に唯一ないこの黒いカビが怖いですね。続いて私の潔癖症の携帯がこちら、やばいよ、気持ち悪いよ。まんべんなく裏もカビております。やばい。で、これをカビの凄さ順に並べると、まずこいつで、続いてこれで、次がアルコールだ、アルコール、次これかな。そのまま石鹸アルコール石鹸ってなりました。こう見るとやっぱり石鹸がすごくて携帯が汚いという結果になりました。はい、ということで約1ヶ月間にわたる検証が終了いたしました。ほんとね、ずっとね、このパンがね、このリビングのテーブルにあってね、嫌だったんですよ。ずっとカビてるし、ちょっとやばい匂いとかもねしてきたし、そして実験結果としてはやはり思っていた通りというか、記事で見た通りアルコールよりも石鹸の方が綺麗になるよっていうのが分かりますね。なんかバイ菌とか汚れとかそういうのがなんかどうカビに絡んでくるのか分からないですけど、この実験の結果ではやっぱりアルコールよりも石鹸の方が、パンはカビずに済むよということが分かりました。なので皆さんは家帰ってきたらちゃんとね、手洗いうがいをすることが大事だと思います。そして、僕潔癖症で今までアルコールをね過信していたんですけど、それも良くないと。アルコールだけじゃ、なんか汚れみたいなのは落ちてないよっていうのもね、分かりました。そしてやはり携帯電話はとても汚いということが分かりましたね、しかも一般の人の携帯より潔癖症の携帯の方が汚いということがね分かりましたという、今回はとても自分的に面白くてためになる実験でした。ありがとうございました。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。パンはカビたら食べないよって人はチャンネル登録と評価よろしくお願いします。それじゃあまた明日。バイバーイ。
僕はね